皆さんこんにちは。大人気男性アイドルグループスノーマンのメンバーの一人であるラウールさん、アイドルとしての活動だけでなくモデル活動もしていて、抜群のスタイルを生かしたパフォーマンスが人気ですよね。そんなラウールさんですが、最近テレビで号泣する場面があったようです。その姿にファンからは、心を壊さないでと心配の声が上がっています。今回はそんなラウールさんが現在抱えていると言われる数々の苦難について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。芸能タックル。8月16日配信のトースポウェブが、現在公開中のスノーマンラウールさんが主演を務める映画赤羽骨子のボディガードの興行収入が苦戦していることを報じました。芸能記者は言います。赤羽骨子のボディガードは少年漫画誌で連載されている人気作を実写化した映画で、8月2日に公開されました。記事によると、赤羽骨子のんはスノーマンの人気メンバーラウールが主演を務め、主題歌もスノーマンの最新曲が起用されるなど注目を集めていたものの、興行収入ランキング初登場6位と低空スタートになったのだとか。さらに2週目には早くもトップ10圏外になってしまったといいます。そんなラウールさんといえば、今年は俳優活動だけでなくダンスにも真剣に取り組む姿が話題となっているのです。スノーマンの冠バラエティ番組、それスノーマンにやらせてください TBSK では、ラウールが天才キッズダンサーと共にストリートダンスの世界大会を目指すドキュメントが放送され、好評を博しているのですが、その挑戦に今トラブルが起きている可能性があるといいます。前室の芸能記者によると、7月中旬ラウールたちが挑戦する予定だったダンス大会の出場者一覧から彼らのチーム名が突然削除されたのだといいます。この芸能記者は次のように話していました。この件に関して7月配信の週刊女性プライムによると、ラウールは7月3日放送の音楽特番2024FNS 歌謡祭フジテレビ系の直前、腰を痛めてしまったらしく、他のメンバー8人が彼をフォローする形でパフォーマンスを行ったのだとか。そういったトラブルがあったことで、ネットではダンス大会の出場辞退についてラウールの腰の不調が関係しているのではないかとの憶測が上がることとなりました。またさらに先日公開された8月30日放送のそれスノの予告映像では、ダンス世界大会の前にまさかの事態がというナレーションとともに、ラウールがダンサーたちの前で涙を流しながら、本当に申し訳なかったと謝罪する一幕が映し出されることに。現時点で謝罪の真相は明らかになっていませんが、ラウールが追い詰められているかのような場面に対し、ファンからは、無理して腰を痛めちゃったのかな、彼はストイックだし、ダンスだけでなく映画やモデルとかいろいろ頑張ってるから体調とメンタルが心配、ラウちゃん泣いてたし辛そうだった、でも本人たちが一番辛いと思うし見せたくない姿だと思う、何があってもこれからも応援したい、いろんな意見があると思うけど、ラウールが心を壊さないように、どうか悪意のある言葉が彼には届きませんようになどと心配や応援の声が相次いでいるようです。またラウールさんは6月末にパリのモデル事務所との契約を発表しましたが、ここでも苦難は多いようです。ラウールさんは8月2日に生出演したポカポカフジテレビ系でファッションショーのランウェイを歩くモデルの仕事について語っていました。身長190センチのラウールさんは、パリのファッションウィークのランウェイを歩くのは自分の夢だったと語っていましたが、過酷な現場もあるようで、まだ寒いくらいの時期だったんですけど、割と裸くらいの状態で2、3時間並んで歩いて振り返って後ろ向きに歩いていくじゃないですか、また見たらデザイナーさんが電話をしてるみたいな、見ていなかった、うわってなる瞬間は
結構ありましたと明かしていました。そもそもファッション界ではスノーマンというネームバリューは通用しないそうで、ラウールさんは自身について無名なのでと話します。現在のパリのモデル事務所と契約するまでにもラウールさんは20、30社のモデル事務所の面接を受けたことを明かし、自分のプロポーションが最低ラインだと言います。オーディションに落ちた理由について問われると、不合格ですと言われないので、合格だった人が次に呼ばれるくらい、何とも言えないですけど、いろんな要素があると思います。とシビアな面を明かしていました。しかし、ラウールさんほどのスタイルをもってしても、20、30社のモデル事務所に落とされ続けるというのは、本当にシビアですよね。にわかには信じがたいです。そんな疑問から、一部ではある説が噂されています。芸能タックル。実は、このように、ラウールさんがオーディションに落ち続けた背景には、ジャニーズ事務所の性加害問題による差別や、アジア人差別があるのではないかと、一部ではささやかれているのです。根拠としては、今月半ばまで開催されていたパリオリンピックにおける様々な対応が思い浮かぶのではないでしょうか。ただフランスではアジア人だということだけでなく、ジャニーズという存在も差別の対象として見られるようなのです。それは日本テレビ系のパリ五輪中継のメインキャスターに嵐の櫻井翔さんが就任したことが発端だったようです。夏冬合わせて五輪は9大会連続で同キャスターに決定したという櫻井さんは、今回はパリに赴いて現地で取材することとなった櫻井さんでしたが、実はこれが大きな波紋を呼んでしまったようなのです。あるスポーツ紙民放局担当記者は語ります。故ジャニ北川氏による性加害問題では、櫻井自身も旧ジャニーズ事務所の大看板嵐のメンバーの一人として騒動に巻き込まれています。フランスで23年に行われたラグビーワールドカップでも、日テレが大会アンバサダーとして櫻井を選びました。しかしフランスの有力紙ルモンドが性加害問題に触れて櫻井の起用を批判したのです。ルモンドは、櫻井さんは性加害に加担したわけではないものの、彼が一連の性加害をジャニーズ事務所の不祥事と発言しながら、被害者に対する支援がないと疑問を呈しており、こうしたフランス人の拒絶の目が櫻井のパリ入りで再噴出しそうだと心配されたのでした。このようにジャニーズの性加害問題に敏感なフランスのことですから、櫻井さんと同じくジャニーズに所属しているラウールさんに対しても何の偏見もなく評価してくれたのか、少し疑ってしまいますよね。またパリ五輪の中でも誤審などの対応によって、フランスでは今でもナチュラルにアジア人への差別の意識があるようだと思える場面がたびたび見られました。また欧州のスポーツ専門放送局ユーロスポーツが2024年8月12日に公式 X で公開した画像も話題になりました。40人のオリンピック選手らがコラージュされたパリ五輪を記念する画像の中に、画像だがアジア人は韓国代表の射撃選手一人しか掲載されていなかったため、アジア人差別ではないかとする声が寄せられたのです。パリ五輪でのメダル獲得数ランキングでは、金メダルの数ではアメリカと中国が共に40個で1位、日本が20個で2位、総獲得数でも中国は2位、日本も6位にランクインしていました。にもかかわらず、ポスターへのアジア人選手の掲載がなかったことについて、 SNS ではアジア人差別、アジア人の透明化だとする指摘が相次いだのです。さらにフランスへ留学した人の中では、街を歩いているだけで隣で暴言を吐かれたり、すれ違いざまに煽られることや、いつまでもニーハオと追いかけられたというエピソードをSNS で発信している人もいるほど、全てのフランス人がそうではないのでしょうが、ラウールさんへの扱いはこうした差別も根底にあるのではと感じてしまいますよね。芸能タックル。
アイドルとモデルの両方の道で懸命に活動しているラウールさん。自分の夢や目標にまっすぐな彼だからこそ、心ない言葉や不当な扱いで傷つくことがないように祈ります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。